ラジトモ感謝祭ラジトモ感謝祭2022朗読チーム分け特番はいいきなりフレームアウトごめんなさいということでね、皆さんこんばんは。アイラジの MC 白井むこと白井雄介です。今回ですね、4月23日に開催されますラジトモ感謝祭2022なんですが、ちょっと残念ながら僕が参加できないという状況でしてですね、まあ、せめて何かしらの形で参加したいということで、今回は僕がそのね、感謝祭でやる朗読劇のチーム分けを、させていただきます。はい、まあまあ、まずはね、今回の出演者の皆さんラインナップ、見ていただきましょう。ドン、こんなにいるの ?1234567 30人、30人、あ、違う、あれえ、あ、24人か掛け算できなかった。24人もいる。これはかつてないこう巨大コンテンツになりましたね。ラジトモさんもすごいね、こんなにたくさん出るの初めてですよね。そう、そして感謝祭的には、岩崎くんね、岩崎くん、狩野くん、川島くん、大野くん、小安幸喜くんで、ワンナイトラブさんに山口くんが初めて出演するということで、そっか、まあまあそうか、あれですよね、ライブとかはね、出てた人たちもいますけれども、ラジトモ感謝祭的には初めてなんだ。これ山口くんがね、まあ、ラジトモという枠ではないんだけれども、そのラジトモさんと同じスタッフさんが、制作しているオープンレックの番組で、今担当しているということで参加という形になりまして、決してあれですよ、僕が出れないからといってその穴埋めとかそういうわけではないですよ、そういう話じゃないですかね。でも元々山口くんはラジトモでね、そもそもイーラジっていう番組をね、それこそ僕と山中さんのアイラジが始まる前からやってましたから、そういう意味ではなんかちょっといいですよね。ちょっと熱い、メンバーだと思います。さあ、そしてその今回ね、このラジトモ感謝祭でメインとなるこの朗読なんですけれども、まあさすがにこう人数多すぎるぞということで、今回は4つのグループに分けて4つのお話をお届けするという、まあ、オムニバス形式での朗読になるようでございます。ということで、こちらのね、総勢24名を、A から D の4チームに、6人ずつのチームに分けていきたいと思います。それをするのが私、はい、これからチーム分けしていきます。方法はくじ引きです。まあ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 、これは公平にね、という意味もありまして、このランダム性みたいなのを皆さんもね、ちょっとドキドキしながら見ていただければと思います。どんな組み合わせがなるのかな、もしかしたらパーソナリティ2人ともね、番組のパーソナリティ一緒のグループとかっていう可能性もありますし、みんなバラバラみたいなこともあるかもしれません。マッピーさんは必然的にバラバラです、ごめんなさい。はい、あ、これでもね、チーム A、B、C、D のそれぞれね、 A1 枚引きます、 B1 枚引きます、 C1 枚引きます、 D1 枚引きますって、こう1人ずつ A から D まで引いて、それを何周6周するっていう形にしますのでね、はい、最後まで組み合わせがどうなるか分かりません。ということで、じゃあまずは早速いきますかね。チーム A からいってみましょう。投票箱って書かれますかね。はい、皆さんが投票してくれたこの中から最初に出てくるチーム A のメンバー、浦尾武弘。チーム A。 さあ、ということでトップバッター浦尾くんがね、入りました。はい、おお、なんでしょうこの光景、なんでしょうね。どうした浦尾、どうした浦尾っていう今状況になってますけれども、はい、爽やかな、スマイルを見せてくると思います。さあ、じゃあ B、 寂しいでしょうから浦尾もね、一人じゃね、チーム B、 一人目、お、早速山口智弘来ました。山口くん、あー、いい、あー、いいですね、いい感じにはにかんでおります。はい、さあ、サクサクいきましょう。
チーム C。あ、伊藤健人。はい。ええー。いやー、コロナからお帰りなさいということで、もうまあ復帰してだいぶ経ちますけれどもね。うん。急になんか急に決めてくるじゃん。なんかおしゃれな感じで。うん。はい。そしてチーム D。さあ、チーム D の一人目。でねん。あ、大野智弘。うん。大野くん僕ね会ったことないんだよねまだ。多分。そうなんだよね。フレッシュだよね。今のところばらけておりますね。はい。さあここからです。では2周目行ってみましょう。チーム A 二人目。あ、小安浩基。うん。いや、そうなんですよ。皆さんちょっとね、白山だけいないじゃんって思いがちでしょ。いやいや、小安パパもいないですからね。はい、そう小安パパと俺を一緒にするなっていうことなんですけども、まあまあ小安浩輝くんね、うん、ピタッと裏方にピタッとついてきましたね。うん、ちょっとこの壁と同化してて、ちょっと浩輝くん同化してますね。はい。さあ続きまして、チーム B 二人目で、ん、お、来ました、山上義之助。この法則性来ましたよ。チーム B は山、チーム B 山です。ということは皆さん、ちょっと次のメンバー分かってくるんじゃないですか。A、 あ、完全にガチくじ引きでございますがね。どうでしょう。さあチーム C 2人目。お、川島零士。山の次は川です。はい、川島くんも僕会ったことないですね。うん、川島くん、あー、はいはいはい、あ、ちょっと川島くんも同化してるね。うん、同化しがちだね。2周目みんな白い服でフレッシュ。はい。さあそしてチーム D 2人目。あ、狩野翔。はい、ここでちょっとね、まあ、騒がしいって言っちゃうか、賑やかな人が入ってきましたね。うん、はいはいはい。ああ、まだ今んとこ、これはもうすでにもうばらけてるもんね、この2人はね。はいはいはい、いいんじゃないですか。さあ3人目です。チーム A 3人目。お、寺島純太。いや、純太もね、純太はまあ、あー、そっか、この、あー、なんかちょっとバラエティ色の強いこのメンバーだな。あ、こうきくんがどうね、このちょっとおちゃらけ2人にこうどう食らいついていくかみたいなとこあるかもしれませんね。さあ今のとこね。さあそして注目の山組、チーム山。果たしてここにあの山の人は入るのかどうなのか。でねん、うわー、山谷義隆。うわー、来た来た、これ、俺すごくない？ってことはもうリーチじゃん。もう一人山いるよ、もう一人山いるよ。うわー、上がる、なにこれ、上がる。出ないでよ、次、あの出ないでよ、このあと3回空気読んで。はい、あ、いや、はい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 。チーム C、3人目塩谷文義。いや、これ、あ、ドキドキしてきた俺。なあ、ドキドキしてきた。うわ、いいや、なるほどね。うん、はい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 。あ、ここ結構どうなんだろう、川島君、優子さん、ま、あのまだ会ったことないけど結構落ち着いたイメージだな。うん、さあチーム D。 おわ、矢野翔吾。はい、ここに矢野くんか。あー、なるほどね。ちょっと チーム D はチーム D は読めないな。うん、あ、チーム B もなんか賑やかなイメージありますけどね。さあチーム A 4人目。駒田渡る。賑やかだな、チーム A はちょっと結構、うん、結構賑やかだな。はい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 。さあ注目の
チームマウンテン来るのか来るのか、ここで来たらもう優勝。さあ、あーあー、ムロ元気、あムロムロ、いやでもまだチャンスはありますから。6人チームですかね。うん、いかここでムロ君を挟むことによってどうでしょうね、ここまで。うん、いい感じにばらけてるな、でも。うん、さあチーム C、 3人目、あ、4人目か。はい、川西健吾。おー、川西さん、おー、はいはいはい。あ、結構落ち着いたイメージだな、やっぱこうなるとチーム C は。うん、チーム D、ねえねえ、マッピーさん、山中正弘、こわー、惜しい、あー、俺の山、俺の山、俺の山デッキが、俺の山デッキが未完成になってしまった。まあでもこれがくじ引きの妙ですかね。うん、ここにマッピーさんが入ってちょっとなんか、うん、引き締まった感じするな。マッピーさんがきっとね引き締めてくれるんじゃないかなと思うけどね。さあ、そして、5周目ですね。いよいよ、いよいよというか、少なくなってまいりました、この9時の方。チーム A、 5人目、あ、ワンナイトラブ。やっぱ字にするとすごいインパクトですよね。いやいや、まあ言葉、音でもすごいけど、ちょっとなんか、うん、なんだろう、賑やかですね、チーム A は。さあ、続いてチーム B、 5人目、お、児玉拓也。はい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 、あ、児玉ろ、あ、児玉ろが揃ってしまった。まあ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 、でもここだけだよね、今のとこね、ここだけだよね、揃ってんのね。うん、いや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 、まあ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 、まあ、そりゃ一組ぐらい揃いますよ。うん、むしろでも一組って少ないんじゃないですか、今のとこ。続いてチーム C、 5人目、お、高橋秀則さん。お、チームマウスだ。チームマウスがここで結成されたぞ。やっぱ落ち着いてる。うん、チーム C 面白いな。さあ、チーム D、 5人目、あ、高塚智人。うん、あー、はい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 、今のところ狩野が暴走する未来しか見えないですね、このチームは。うん、はい。さあ、そしていよいよ最後6周目でございます。いきましょう。ででん、チーム A、 6人目、あ、岩崎亮太。うん、いやー、パリピパリピ、チームパリピパリピっていうか、チームなんだろう、陽キャ、チーム陽キャって感じ。うん、 A は、はい。さあ、そしてチーム B、 6人目、デレン、あ、菊池武。はいはい、あー、なるほどね、あー、なるほどなるほど、これはなるほどね。ちょっとサイド MP 的には熱い熱い、これはグループですね。うん、はい。さあ、そしてチーム C、 6人目、お、あ、来た、ここで中島良樹、夢ラジが揃った。いや、夢ラジこういうとこあるんだよ、こういうとこあるの、夢ラジは美味しいとこ持ってくのよ、こうやってサンドしてますよっていう、夢ラジサンドです、チーム C、 夢ラジサンド。でもやっぱり落ち着いてる面々、なんかこう見ると。ということで最後に、選ばれたのが、はい、深町、あ、深町いたんだ、あ、深町いた、あ、深町いたんだ、そっか、深町いたわ。うん、そっか、深町と駒田だもんね。
はい。読めないな、チーム D が読めないな。ちょっとなんか、読めない。でも朗読劇って考えた時には、なんかすごくね、バラエティ豊かな感じするよね。チーム B もそうだね。チーム A が結構明るめ、チーム C 落ち着きって感じかな。いえ、なるほど、こういう結果になりました。はい。いやーマッピーさんそこじゃないのよ。山って室もだよ。いやー、これミラクルでしたよね、ある意味ね。ここだからこんなに人数いてさ、山3人連続でなる、すごいよ。いやー、テンション上がっちゃいました、私。はい、こんな感じで、それぞれね、グループ分かれました。うん。この4チームがどんな朗読劇を、見せてくれるのか、皆さん楽しみにしていてください。これ、まあ、チームごとにね、聞き比べみたいな感じで、まあ、もちろん話は違うんでしょうけれども、うん、それぞれ違った色が出るんじゃないかなと思います。はい、ということで最後にお知らせです。ラジ友感謝祭2022が4月23日に昼夜開催されます。チケット情報などは概要欄をご覧ください。今ね、こちら決定した組み合わせで朗読劇を行いますので、ぜひチェックしてください。さあ、そして、僕が MC を務めております、山中雅宏さんとマッピーさんと MC を務めておりますアイラジ、アイリスコーツラジオ、通称アイラジは毎月第2第4木曜日に更新しておりますので、そちらもぜひチェックしてください。聞いてください、お願いします。ということで、いやー、なんかいいね、こういうなんか普段自分がこうね、やることのないポジションというか、組み合わせを選ぶってしたことないから、思わずテンション上がっちゃいましたけれど、楽しいですね。はい、でもきっとラジ友感謝祭はもっともっとね、もっともっとというか、めちゃくちゃもっとさらに皆さんが盛り上げてくれる楽しいイベントになると思いますので、皆さんぜひね、見ていただければと思います。ということで、以上白井雄介がお送りしました。それではまたね、バイバイ。